ローゼンボリバルクルブは、ノルウェー中部、ソウルトロンデラーグ県の都市トロンハイムに、本拠地を置く、サッカークラブチーム。名称は、トロンハイムの一地区名で、エローゼンボリギのように発音する。1917年創立のノルウェーを代表する、クラブチームで、リーグ優勝は1992シーズンから続いた13、連覇を含めて25回。 カップ優勝11回と国内では突出した強さを誇る。ノルウェー代表選手を多く要し、UEFA チャンピオンズリーグにも1995から1996シーズンから2002から2003シーズンまで8期連続で出場を果たし、1996から1997シーズンにはベスト8、1999から2000シーズンには2次 グループリーグラウンドまで進出している。以後も2004から2005シーズン、2005から2006シーズン、2007から2008シーズンと、ほぼ常連といって良い頻度で、チャンピオンズリーグ本戦に出場している。2007から2008シーズンのチャンピオンズリーグでは、グループリーグにて、バレンシア CF をホームと、アウェーともに2から0で破り、最終節のシャルケレイ戦まで、 決勝トーナメント進出を争った。なお、2008から2009シーズンは UEFA インタートトカップからの出場となり、1995年の大会創設以来、ノルウェー勢としては初となる UEFA インタートトカップ勝ち抜けを決めて UEFA カップへの出場を果たしている。レルケンダールスタディオン中、選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。出典。ありがとうございます。